私に材料をまぶすのはやめていただけないでしょうか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでこっちのパズルも解いていこうか。こっちは誰も中おらんのやね。敵を撃墜せよ。牧草を動かして弾を撃ち込め。まあ、さっきはちょっといまいちよくわからんかったけど、あ、なるほど、こういう感じで動くわけね。ということは、こう動かして、どうなる？あ、これだけじゃいかんのか。これでいいんか。あ、そっか、1個は壊せるんか。そっかそっか。はい、コングラチュレーション。じゃあ、とっくに壊せとったね。オッケー、溶けたよ。ま、この子たちはパズルには興味ないか。さあ、進みましょう、進みましょう。ってことで、これで多分、北の扉に、入れるはず。おー、開いた開いた。進みます。まあ、いっか、説明しちゃおっと。そう、右と左にあるパズルのことなんだけど、口で説明するのはちょっと難しいんだけどね。あれ自分で解いちゃった？そっか。解いたよ、とっくに。見てるんじゃないのか。おお、気分いいね。そしてなんかちょっと綺麗な感じのところ、何？見えないんだけど、何も。それじゃ暗くて何も見えないよね。大丈夫。照明システムをハッキングして明るくしてあげるね。え？何？綺麗。嘘。え？おーイエス。さあ始まりました。知恵で話題の人気料理番組のお時間です。殺人ロボのキラキラキッチン。殺人はやめてください。オーブンの予熱はバッチリですか？今日はとっておきのスペシャルレシピ。なんとなんと、ケーキの焼き方を教えちゃいまーす。材料を持ってきてくれるのは素敵なアシスタントくん。皆さん盛大な拍手を。私のことかい？材料は砂糖、ミルク、そして卵です。さあ持ってきてちょうだい。これ砂糖かな。ミルクだった。これ砂糖か。で、卵ね。はい。どうもありがとう。このカウンターの真ん中に置いてね。はい。パーフェクト。どうもありがとう、子猫ちゃん。さあ、これでケーキの材料が揃いましたね。ミルクでしょ？砂糖でしょ？卵でしょ？おーっと大変。これは痛恨のミスだ。一番大事な材料を忘れていた。何？そう。人間の魂だ。やめてよ。ちょっと逃げたい。お？このタイミング。あーはい、もしもし？今ちょっと忙しいんですが。ちょっと待って。その、人間の魂。じゃなくて、別物で代用できないかな。別のもの？つまり人間以外の材料を使えと。なぜ？それは、ベジタリアンの人がいたら困るし？ベジタリアンだと？それは素晴らしいアイデアだ。実はちょうどぴったりの材料があってね。メタフーズから新発売。簡単便利、人間魂フレーバー。何それ？向こうのカウンターに缶が置いてあるね。向こうのカウンター遠いな。罠じゃね。というわけでアシスタントくん、取ってきてくれるかな。すごい、落ちるんじゃない？そっち？そうそう、放送時間の都合で1分以内に缶をゲットできなかったら予定通りのレシピでいくからよろしく。さあ時間がないぞ、急いで登って。何？どうしよう、1分以内なんて間に合わないよ。でもね、なんとかなるかもしれない。さっきその携帯に新しい機能をつけたの。大きなボタンにジェットパックって書いてあるでしょ？見てて。うん。お？ね。ちょうど上まで行けるぐらいの燃料が入ってるから、頑張って缶をゲットして。なんだよこれ。なに、罠、やめて。あ、こっちまで動けるんか、なるほど、そういうことね。つらい。で、これ体力はどれなの？ちょっとよくわかんないんだけど。
私に材料をまぶすのはやめていただけないでしょうか。やめて、怖い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 、避けきれない。ちょ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 、いやー、やめてってば。微妙に当たる。あー怖い、もうこの無理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 。何？何なの？あ、ゴール。これは驚いたね。どうやら君の勝ちだ。でもドクターアルフィーの助けがなかったら無理だったよね。彼女がいなかったらどうなっちゃったか。それじゃ、See you next time! あ、そうそう、魂の代わりの材料のことだけど。君、料理番組見たことないの？ケーキは放送開始前に焼いておいたから、材料なんていらないんだよ。そういうこと言っちゃう。すごい！やった！やったよ！ナイスチームワーク！じゃあ先へ進もう。進んでいいの？戻らなくていいの？いないし。ケーキは焼いてあるケーキは？ないの？ごくごく普通の高さのシンクだ。冷蔵庫だ。触れるとなぜか熱い。どうして？電子レンジだ。電子レンジマニアにはたまらない。誰？オーブンだ。新しいモデルのようだ。く、焼き上がったケーキとかはないのか。くそ。お？遠くに不気味な建物が見える。決意がみなぎった。コアの遠望。お？遠くに建物が見えるよね。あれがコア。この世界に電力が作られる場所だよ。地熱を魔法のエネルギーに変える仕組みで。まあ、細かいことはいいとして。とにかくそこが目的地。コアにはアズゴア王のお城に直通のエレベーターがあるの。それに乗ってお城へ行けば、お家に帰れるよ。なるほど。とかあれ結構遠い。ちょっと、いまいち距離感がつかめないんだけど。これエレベーター。直通。行き先を選んでください。レフト1回、キャンセル、ライト2回。レフト1回に行ってみよう。何レフト1回って。左？なんか知らんけど、どこか知らんついた。さっき R やったよね。こんなところに怪しげなラボがある。それを見て決意がみなぎ。ほ？ラボ入り口やん、ここ。なるほど。こっから来たらここに、着くわけだ。へぇー。行き先は、ライト、2階？ 1 階やったよね、さっき多分。わからんけど。はい、到着。誰？やあ、俺の名前はヒートフレームズマン。覚えておいてくれよな。ヒートフレームズマン。覚えておく必要があるのかな、何か。ホットドッグ大好き。そういえば、あの小屋にゃんにはどうして雪が積もってるのかな。きっと雪を下ろすのがめんどくさかったんだね。でもここマグマとかあるのに溶けないの。こんがり焼きたて。何君。あ、これなんか敵で出てきたやつや。さんずどこんでもいるね、君。よ、調子はどうだ？ホットドッグ買うかい？ 30 ゴールドポッキリだぜ。いります。そ、ドッグ。ホットドッグを略したんだ。そうかい。はい。ホットドッグおかわりか？了解。おっと、ホットドッグは品切れだ。代わりに、ホットキャットをやるぜ。ホットキャットとは？でもお金はしっかりなくなっている。ドッグもう一つ追加だな。ちょっと待ってな。あんたどんだけホットドッグ好きなんだ？さてはホットな獣好きだな。ま、人の趣味にケッつけるつもりないぜ。ホットドッグちゃんと手に入ってんの？ホットドッグ？ホットキャット。ホットドッグ？ちょっとよくわからんねやけど。なんだなんだ。これはあれかな？情報が見れるんかな？ホットドッグ？肉はウォーターソーセージで代用されている。ウォーターソーセージって植物じゃなかった？ホットキャットは？ホットドッグに似ているが猫耳がつい、猫耳がついているかわいい。どういう食べ物ですか？女子会ナウ。猫耳少女のフィギュアをインスタント麺に隣に並べて写真だ。誰と女子会してんの？誰？クールスケルトン95が写真を追加しました。誰？ホットな写真を見せてやる。イケてる出してのツーショット。鏡の前でポーズを取るパピルスの写真だ。サングラスをかけている。なぜパピルスのまで？二の腕にはハリボテの筋肉が貼り付けてある。筋肉もサングラスをかけている。なぜ？
なんでパピロスの通知まで来るの？ハイロープがひょろっと現れた。ハイロープ。誰だい？クールダウン。ファイロープに息を吹きかけた。炎が弱まった。ファイロープの ATK が下がった。おい、どうなってんだ？別にどうもなってないけどね。あ、そっか、ここは通り続ければいいんやっけ。なるほど、なるほど。ファイロープは素敵な笑顔に守られている。笑顔に守られているとは一体。はい、さらに。ブルル、おい、どうなってんだ？別にどうもなってないし。えい！爆発する。ちょ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 。ファイロープはろうそくのふりをしている。はい、どん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 弱まってく。やめてよ、なんかそのボンっていう文字も攻撃になってんだけど。こらえきれずなんですか？こらえきれずなんですかね。よし。私は進み続き。ファイロープは火災報知器を鳴らすふりをしている。はい、どん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 。なんか全然ダメなんだけど、つらーい。つらーい。どうなんやろ、どんどん下がっていきよんかな、これ。へい。ヒートアップ、ブラブラする。ファイロープにブラブラしようと声をかけた。悪いけど予定に縛られててさ。どういう。何ですか、予定とは。怖い。ファイロープはこらえきれずケタケタ笑っている。感じるかい？熱いだろ？何も感じませんよ。うー、怖い。ダメージを受けそう。逃げる。ちょ、クールスケルトン95。それネタだよね。そこの二人は繋がってるのか。もちろんだ、俺の筋肉の強さをアピールするためのな。何を言ってるんだ、二人とも。ナップスタブラック22から友達リクエストが届いています。承認する、考えているうちにリクエストはトポトポと画面の外で消えていってしまった。なんで？ナップスタブルーク、友達申請もう一回してよ。エプロンが落ちている。どうする？拾う。これ以上持てない。ちょ、待って。ちょ、待って。異次元ボックスの中に、じゃあちょっとお風呂のチュチュとか入れとくよ。これでエプロン拾って、汚れたエプロンを手に入れた。ね、身につけよう、汚れたエプロン。汚れたエプロン。2ターンごとに。お！ HP 回復する。すごい。身につけよう。エプロンを装備した。見た目が変わらんのがちょっとね。さっきのあのキャラクターの名前もう忘れそうなんやけど。覚えておいてくれよなって言ったけど。全然覚えれねえわ。もしもし？アルフィーです。このパズルは、タイミングが重要で、そこにスイッチがあるでしょ？ 3 つのスイッチを3秒以内に全部押さなきゃダメなの。私が合図してアシストするからね。お、ちょっと邪魔。はい、三つ目押して。あ、あれ なんだ、最初の2つだけでよかったんだね。よかったんや。じゃあもう大丈夫ってこと？オッケー、オッケー。またしてもめんどくさげ。飛びました。飛びました。絶対無理じゃない？いけんくない？なんなん？なんなん？無理やん。無理じゃないっすか、そんなの。助けてー。絶対いけんやん。なんなの？どうすればいいの？助けて。わからない。もう私はわからないわ。こっちに戻る。はい。どこに行けばいいんだ？ここは踏もうが踏まないが変わらんのやね。
なんでそこだけ変わらんのやろ。ずるくない？ずるいとかそういう問題じゃないんか。ここも変わらんのか。ここも変わらないのね。こう、あ、いけたわ。いけた！やっといけた！つらーい。あっちもなんかいけそうやけど。お、うっそ！キスミア2の方が1より人気あるの？みんなセンスなさすぎ。いつかネズミはコンピューターの金庫をハッキングしてチーズを食べるかもしれない。そう思うと決意がみなぎった。反論禁止エリア？なんだそれは。コンピューター制御のレーザー金庫の中にチーズが入っている。チーズはレーザーで少し溶けてテーブルにくっついている。ネズミはいつになったら姿を現すんやろうね。全然どこにも出てこんねえけど。こっちは何？なんでもないんかーい。2はミュウミュウのキャラが完全に崩壊してるし。ほう、そうなんですか。キスミュウ2のレビュー。キスキスキューティーミュウミュウ2は2を名乗る資格なし、星0。厳しい。めちゃくちゃ厳しい。あ、ちょっとそこのあんた、ちょい待ち。え？さっき匿名に通報があってさ、横島にシャツ着た人間がうろついてるっつうんだわ。しかもその人間、今はホットランドにいるらしくてさ。マジおっかなくね？まあでも心配すんなって。今安全なとこに連れてってやっからさ。なになになに？は？どうした兄弟？こいつが着てるシャツ？それがどうかしたか？横島ですけど。なあ、お前も同じこと考えてるか？マジかよ。やべえ俺ら、超絶バカじゃね？悪いんだけどさ、俺らあんたのことぶっ殺さないとだわ。やめてよ。ロイヤルガードが襲ってきた。アーマーを磨く。RG01 のアーマーに触れようとした。だが手が滑った。つか触んなよ。チームアタック。やめて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 。チームアタックとかやめてー。つらいー。02は顔をゴシゴシ磨いている。ってことは02の方を磨いてあげればいいの？RG02 のアーマーをきれいにした。冷却効果なる泥が洗い流されていく。熱くなってきた。つか死ぬ格好してくんね。嫌です、嫌です、嫌です、嫌です。これ当たっていいやつやんね。緑のやつ。はい。02はこちらの動きを警戒している。01、ささやく。RG01 に自分の気持ちに正直になれと伝えた。え、てか、は？どういう意味だよ。ん？私もちょっとよくわかんないんだけどね。なんか、正直になった方がいいらしい。02は警戒している。シナモンキー。怖い怖い、何？はぁ、あ。やめてよ、そんなね、気だるそうな感じで殺されたくないんだけど。怖い。02のアーマーから汗が吹き出た。02、磨くよ。つか、お前の魂くんね？やだよ、やだよ、やだ。あれは当たったらどうなってんの？回復してんの？わかんないんだけど。全然わかんないんだけど。RG02 にとっておきの秘密を打ち明けた。黙っておこう。黙っててくれるのはいいんだけどさ。私ちょっと死にそうなんですけど。ミリタリー動物園の匂いがする。ミリタリー動物園って何ですかね。え、鍋に水を入れて火にかけて今から作るの？お湯が沸くまでしばし待つべし。お湯が沸いた。鍋にラーメンを入れた。ラーメンが茹で上がるまで。あと4分。ラーメンが茹で上がるまで。あと3分。ちょ、待って。この場で作ってんの？あと2分。はい、あと1分。ラーメンができた。あまり美味しくない。粉末スープを入れた。ちょっとマシになった。粉末スープ入れずに食べんなし。美味しくはないが少しはマシだ。4しか回復しないの？てか死ねよっつうこと。死にたくないんです、私は。助けて、助けて、助けてー。助けて。あ、でもちゃんと回復はしよるね。ホットドッグ。犬の鳴き声が聞こえましたけど。いやー、ちゃんとエプロンの効果はあるみたいではあるけど。何？ふん。いやー、あ、ちゃんと避けれた。ふぅ、よかったよかった。磨く。はい。なんか色が変わってきた。
ダメだ、もう我慢できん。甘がつすぎる。脱いだ。これでよし。RG01 は何かが気になるようだ。なに、ホットキャット。なに、かわいい。ちょ、待てよ。なに、どうしたキムタコのモノマネが何かですか。ちょ。02は警戒している。02、あんま。RG02 の胸板を筋肉の太鼓のように叩いた。おう、ちょ、やめろって。何が起きてるの、今。ちょっとよくわからないんだけど、とりあえず、うわぁ、何をすればいいのかがわからねえ。なんか避けてくねえ、避けてくよ、なんか。これはまた攻撃してくるやつですね。待って、もう一回。おっと、避けてはいってくれないけれど、怖い。めっちゃ避けれてない、私。これ最後じゃない、ホットドッグ。うわー、やだー。なんかそこまで寄ってこない。これは、違うな。逃がすではない。RG02、ささやく。この後はどうすればいいんやろ。とりあえず脱いだけどさ、いまいちよくわからんのよね。磨く？なんか微妙やね。ずっと磨きよったらいいんかな、とりあえず。どうなんでしょうか。とりあえずぶつかって来ないけど、磨き続けよ。ちょっとめっちゃ避けてく。あ、来た。ドルツは顔をゴシゴシ磨いている。磨き続けてあげればいいんかな。なんかフラフラしだしたよね。大丈夫か。ささやく。俺、その、ん？何？何かしら自分の気持ちに素直になりよるみたいやけど。なあ、俺、もうダメだ。俺、もう耐えらんねえから。俺、もう我慢できねえから。てか、02、俺、お前のこと好きなん、何の話ですか？戦う姿も、話し方も。俺、お前とチームアタックやるのが大好きなんだよ。お前とぴったり同じ動きでソードをゆらゆら動かすのも。02、俺、これからもずっとお前とこうしてたい。ねえ、何の話？いや、その、なんつって、冗談だって。01。おう。これが終わったら、アイスクリームでも、食いに行くか。何？死亡フラグですか？おう、いいね。01と02は幸せそうに見つめ合っている。おう。なんだったんだろうか。ちょっとよくわからないけど、幸せそうならいいんじゃないかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あの二人はアイスクリーム屋さんに行ったんかな？ナイスクリーム？Ha ha ha.